さて、続きからやっていきます。では今回でいよいよ最後の一組かな。婚前旅行。で、これをクリアすると多分一文字ついて、婚前旅行、暁とか、あけぼのとかになるんでしょうね。でもって、今度こそたわしさんは出るのかな？いや、私もすっかり忘れてたんですけど、編集して思い出したわ。最初に名前入力したはずなんですけど、いやもう一連全部主人公たわしさんなのかなと思ったんですけど、全然違ったな。となると今回ぐらいしかないんだけど、だとしたらたわしさん結婚すんの？え、私聞いてないんだけど、それそれでちょっと複雑だな。ま、もしくはなんか追加エピソードみたいなものがあるとかないとかっていうのが書いてあった気もするから、そっちで出るのかもしんない。裏で全部糸引いてるのたわしさんかもしんないな。まあ楽しみにしていきましょうか。婚前旅行はなんかこれを見ると、これは旅館だな、国内旅行なのかな。なんだか風情がありそうな、そんなところかな。では楽しみに行きましょうか。スタート。ねえ、こんな話聞いたことある？どんな話？結婚式の直後に行方不明になった新郎新婦の話。ウェディングドレスとタキシードを着たままどこかに消えちゃったの。どこかってどこに？それはわからないんだけど、でも目立つ格好だったからすぐに警察に見つかったんだって。二人はね、お互いに首を絞め合って死んでたらしいの。何それ、心中ってこと？どうして？それがわからないの。遺書も見つからなくて、亡くなった理由は謎のままなんだって。人生で一番幸せな日になるはずだったのに、なんで？よりによって。なんかちょっと今までと始まりが違いましたね。そして舞台は京都だな。少し曇った窓ガラス越しに見える外の景色は、畑と山とポツポツと佇む民家ばかりになってきた。どちらかというと、都心の喧騒や賑やかな場所が得意でない私は、このくらい牧歌的な風景の方が見ていて落ち着く。時々目に入る木々は紅葉が落ち、枝だけになっているものも多い。もう少し冬が深まった頃に来ていたら、きっと一面の雪景色を楽しめたことでしょう。駅から降りた時には、あんなに遠くにあった山々も、今では随分と大きく見える。窓の外を通り過ぎていく民家の一つ一つに、古き良き日本の面影を感じるのは、ここが京都だという先入観が私の中にあるせいかしら。ちらりと隣に目を向けると、ティーヒコさんは退屈な顔で窓の外を眺めていた。少し心が痛い。ティーヒコさん、婚前旅行は海外に行きたがっていたものね。私がわがままを言ってしまったから。私たちの間に特に会話らしい会話もないまま、山道を進んでいると、いつの間にかタクシーは旅館の前に着いた。降りてトランクから荷物を取り出していると、従業員の方々が颯爽と現れて手伝ってくれる。あ、すみません。ありがとうございます。いえいえ、我々でお部屋までお持ちいたしますので、お任せください。そんな私たちを横目に、ティーコさんは旅館と旅館を囲む雄大な山々を、眉間にシワを寄せながらくるりと一望する。まったく、日本の景色なんてどこも同じだな。少し街を出れば、山、山、山ばかりだ。いやー、ファーストインプレッション最悪だな。いいキャラしてそうだね。そう？風情があっていいじゃない。同じ山でも四季折々の景色を楽しめるのが
日本の素晴らしさの一つだと思うわ。肌を刺す冷たい風に、私はとっさに髪を押さえる。旅館の片隅に佇む木から、ひらひらと残り少ない紅葉が、儚く舞い散るのが見えた。そう、私は日本のこういうところが好きなの。晩秋とも、初冬とも言える、この中途半端な時期でさえ、その時期にしか見られない風情がある。ふと、視線を感じてティーヒコさんの方に目を向けると、彼は私をじっと見つめていた。頬を撫でる風が、より一層冷たく感じる。私の頬も、きっと紅葉のように赤くなっているに違いない。それが恥ずかしくて、私はつい顔をそっぽに向けてしまった。ふん、そんな四季も含めて、もう飽き飽きだと言っているんだ。いつまでも同じような場所で、同じような景色を見て、同じようなことばかり体験するというのは良くない。こんな狭い島国に引きこもってないで、もっと世界に目を向けるべきなんだ。他国には日本とは全く違う発想や考え方がだな。誰に語りかけるでもなく、ティーヒコさんは語り出した。こじらせてるね。こういうキャラか。出会ったばかりの頃は驚いてしまったティーヒコさんのそんな一面も、今ではすっかり、慣れたものだった。これは、なんか、惚れた弱みというか、なんというか、だよな。いや、まあ、この字っぽいですけどね、主人公は。名前はちょっと思い出せないな。二十歳だってことぐらいしか覚えてねえわ。すると、旅館の中から、おかみさんらしき女性が出てくるのが見えた。本日は遠路はるばる、ようこそお越しくださいました。お部屋までご案内いたしますので、どうぞこちらへ。おかみさんは深々とお辞儀をし、私たちを館内に案内してくれる。まあ、素敵。玄関に入るなり、私はそう思わずそうつぶやいてしまった。木造で統一された館内から、ほのかにヒノキの香りが漂ってくる。壁には、肩幅もありそうな大きな額に、大きく、禅と書かれた和紙が飾られている。碑ってなんだ？そばには樹齢何十年もの松の木がそのまま小さくなったかのように、生命感にあふれる盆栽が置かれていた。古き良きというやつが、いかにもお前が好きそうな雰囲気だ。隣のティーヒコさんの顔を見ると眉を潜めていた。でしょ？変わらないものって、素敵だと思うわ。これは、どういうやりとりなんだ？ティーフさんは私を見下ろすと、小さく口を開き、思いとどまったように、しかめっ面のまま、口をへの字に結んで、黙ってしまった。一体、何を言いかけたんだろう。もう夫婦になるのだから、思ったことは素直に言ってくれてもいいのに。いや、ティーフさんのことだからきっと、私に気を使って、言葉を飲み込んでくれたのかもしれない。じゃあもっといろいろ飲み込んでほしいものだかな。受付のカウンターで手続きを済ませると、おかみさんが引き続き、じきじきに案内してくれる。この廊下を左にまっすぐ進んでいただくと、右手に宴会場が見えます。さらに奥に進んでいただくと、当旅館自慢の天然温泉に続く廊下がございます。温泉は2種類ございまして、一つはヒノキの露天風呂、もう一つは石造りの露天風呂です。この時期はどちらのお風呂でも赤く染まった山々を一望することができます。今の時間帯はそれぞれ男湯と女湯で分かれておりますが、午後5時を境に入れ替えを行っておりますので、どちらもお楽しみいただけます。そう、それが私がこの旅館を選んだ理由の一つだった。ティーコさんは、旅館選びは完全に私に一任してくれた。本人は国内の旅行に興味がないからだと言い張っていたけれど、私が気兼ねなく好きな旅館を選べるようにという、彼なりの、せやろか。いや、でも、そうだね、ティーコさんのまだ人となりがわかんないから、まあ、全員いわゆるとこのツンツンしてるけど、デレデレしてる、あれのあれなのかもしれないね。
おかみさんの説明は続く。当旅館は明治19年から続いております。これも長くご贔屓にしてくださったお客様の方々のおかげで。明治19年。ということは、110年近く続いてることになる。あ、割り切でさっと計算できるのすげえな。道理でとても趣のある旅館だと思った。隣を歩くティーホさんを見上げると、相変わらず全く興味のなさそうな顔をしている。ティーホさんに申し訳なさを感じる一方で、言葉を交わさなくても、ティーホさんの表情から心の内を想像できるようになったのは、なんだか嬉しくもあった。そうこうしているうちに、私たちの部屋、菊に着いた。長旅ご苦労様でした。どうぞ、ごゆるりとおくつろぎくださいませ。最後におかみさんは、深々とお辞儀をして去っていった。私は畳の上に荷物を置いて、部屋をぐるりと見渡す。まさに、これぞ旅館、といった純和風だった。素敵なお部屋ね。障子を開けると、そこは広縁。出たー、広縁。あの謎空間。私も大好き。きっと皆さんも大好きだと思う。丸い机を挟んで、ゆったりとくつろげそうな椅子が2つ、向かい合っている。向かい合ってるよね。なんで、いつも向かい合ってんだろうな。素敵素敵とうるさいな。それしかないのか。だって、素敵なんだもの。こればっかりは、しょうがないわ。ティーコさんは披露宴の椅子の片方に腰掛けると、上着の内ポケットからタバコを取り出し、火をつけた。私は今の机の上に置いてあった茶器を使って、お茶を入れると、一服しているティーコさんに差し出した。どうぞ。ティーコさんは無言で窓の外を眺めている。お茶菓子はいかがかしら？ティーコさんはちらりと、私が手に取っていたモナカに目を向ける。甘いものは苦手だと言わなかったか。もちろん、ティーコさんの好みは知っている。それでも、疲れた今なら甘いものが欲しくなってるんじゃないかと聞いてみたけど、余計なお世話だったみたい。ティーコさんはため息をつくように煙を吐き続けた。Mよさんね、Mよさん、オッケー。お前がどうしても京都がいいと言うから、今回は婚前旅行は俺でやったが、新婚旅行は絶対にハワイに行くぞ。ハワイか。グアムとかの方が、いや、どっちでもいいですけど。ハワイか。乗り気ではないか。以前にティーコさんに伝えたけど、やっぱり海外は怖い。だって、向こうは銃の所持すら当たり前だと言うじゃない。あ、こちらもこちらでなんだかこじらせてる感じだな。いや、まあ、日本と比べたらそれはまあ銃の所持はあれだけど、ハワイってどうなんだろうな。あ、でもハワイ行ったら親父に銃教えてもらえるもんな。言葉が通じないだけじゃなく、常識すら通じないに違いない。ひょっとしたら、ちょっと言葉を間違えただけで、簡単に、いや、ある意味似た者同士なのかもわからんな。そんな恐ろしい可能性を考えるだけで、背筋が凍る思いだった。この二人、なんでお付き合いしてるだろう。いや、まあ、お互い足りないものを補い合ってるいい関係なのかもわからんが。もうすぐ夫婦になるんだから、わがままばかりも言ってられない。ティーコさんは、今回は私の要望を聞き入れてくれたのよ。それだけでも十分に感謝しなくちゃいけないわ。ええ、そうね。新婚旅行はワイハーにしきましょう。ティーコさんは、机の上の灰皿にタバコを押し付けると、手持ち無沙汰になったようで、再び窓の外の景色を眺めていた。ティーコさん、せっかくだから、もう少し館内を見て回ってみない？お夕飯まで、まだ少し時間があるし。ティーコさんは面倒くさそうに顔をしかめた後、ため息をついてタバコを胸ポケットにしまい、立ち上がった。暇つぶしにはちょうどいいだろう。意外にも付き合ってくれたか。まあ、本当に暇なのかもしれないが。舞台は1996年つったっけか。だからまあ今みたいにスマホでポチポチ暇つぶしっていうのもまあなかなかできなかったのかもね。涼しげな川の流れる音に耳を傾けながら、
渡り廊下をティーコさんと並んで歩いていると、ふと窓の外に目につくものがあった。ティーコさん、あれは何かしら？ティーコさんは言葉で答えず、目線だけをこちらに向ける。ほら、あれよ。旅館の中庭にポツンと小さなお寺のようなものが立っているのが見えた。あれは、祠かしら。あのちんけな祠がどうしたというんだ。祠というのは、神や仏を祀る小規模な電車でいいのかな？だ。大方昔に近くの川が氾濫したとかで、二度とそんなことが起きないよう神頼みのために作ったとか、そんなところだろう。自然災害を相手に、そんな迷信や信仰に頼って対策した気になるとは、滑稽だな、バカバカしい。そんな罰当たりな。ティークさんの前じゃ大きな声で言えないけれど、私はそういった神様や運命といったものを結構信じるタイプだった。この世には科学で説明できないことがたくさんあるんだから、きっとそういう人知を超えた何かがこの世にはあるに違いない。そんなタイプだからか、私はあの祠にどんな由来があるのか、好奇心が刺激されて仕方なかった。そんな時、ちょうど旅館のスタッフさんが通りがかってくれた。まだ学生といっても通じるような若い女性だ。お忙しいところすみません。ちょっとよろしいですか？はい、何でしょう。あそこに見える、あの小さな祠、あれは何ですか？ああ、あれですか。あれは秘伝の果てにこの世を去った男女の魂を祀るために建てられたものだそうです。秘伝の男女？はい。その昔、どれほど昔かは存じておりませんが、参加の息子さんと使用人の娘が恋に落ちたそうです。まあ、そんなドラマのような恋愛が本当にあったのですね。はい。ですが身分の違いから、二人の愛は周りに認めてもらえなかったそうです。当然だろうな、と、ティーコさんは厳しい言葉を挟む。それで、二人はどうなったのですか？と、私は続きを促した。ある夜、二人は駆け落ちをしました。そして、二人だけの式をひっそりとあげ、この近くの沼に身を投げたとされています。きっとそれが、二人が添い遂げるための唯一の方法だったのでしょう。そんな。死を選ぶしかなかったほどに、二人の愛を認めてもらえなかったなんて。さぞ悲しかったことでしょう。辛かったことでしょう。本当なら未来で、たくさんの幸せが二人を迎えてくれるはずだったのに。私はその話を聞き、感情移入をするあまり涙ぐんでしまった。おっと、涙もろい人だぞ。まあ話としてはまあ割とベタベタっちゃベタだね。私は祠に向き直り、二人の魂に祈りを捧げようと思った。せめて二人が天国では幸せでいられるようにと。でも手を合わせる直前、ティーフコさんが私の手を取った。何が秘伝だ。こんなに抗うことを諦めた魔芸の死を美談にするなど、いかにもしみったれた日本人が考えそうなことだ。そんな連中に手を合わせる必要などない。行くぞ。ティーコさんは私の手を引っ張って歩き出す。なんだか口は悪いけれども、結構捉え方としてはポジティブな気がするんだよな。俺たちは俺たちの幸せを貫くんだ、とかそんな感じか。いや、ちょっと私がポジティブに捉えすぎか、これは。私の手を引くティーコさんの力が強い。いつも気難しそうな顔をすることが多いティーコさんだけど、今は特に何か感情的になっているみたいだ。ロビーを通りがかると、おかみさんが駆け寄って声をかけてきた。ああ、ティーコ様、お探ししておりました。お部屋にお電話しても、いらっしゃらなかったもので。なんだ。ティーヒコ様の会社の方からお電話が来ております。
連絡してくるなどあれほど言っただろうが、ああ、まったく自立心の乏しい連中はこれだから困る。私の手を離し去っていくティーコさんの背に、私はこの辺りをもう少し歩いているわねと伝えた。手を後ろに組んでブラブラと、私はあてもなく旅館をさまよっていた。明治の時代から時が止まったような旅館内の独特な雰囲気を堪能しながら、お土産コーナーなんかもこの地方の名産品や文化にちなんだものが並んでいて面白い。こういうのを眺めていると遠くに来たんだなという実感が湧いてくる。さらに散策を続けていると、いつの間にかおかみさんに案内してもらった大浴場の近くの廊下まで来ていた。壁に書かれた温泉の効能は、疲労回復、美白効果、血流改善、関節痛の改善と他にもいろいろ書いてある。私は温泉のこういう効能を眺めるのが好きだ。他に家内安全とかなんとか延命とかないか。ただでさえ気持ちがいいのに、入るだけこんなにもたくさんの恩恵が得られるなんて、なんて贅沢なことだろうと思う。ただ混浴でない点だけが残念だった。ティーヒコさんと一緒に入…いや本当あれだね、ゾッコンってやつだね。そんなことをつぶやいていると、ふと奥の定時型の角を横切り女性の人影が目についた。一目で普通でないと分かった。その人は頭から水をかぶったようにびしょ濡れで、顔色は死人のように真っ白でうなだれており、足取りもおぼつかなかった。雨にでも打たれたのかしら。でも雨は降っていないはず。女性はぴたりとその場に立ち止まった。地面をじっと見つめたまま、ポタポタと髪からは水が滴っている。すると、まるで私の頭の中に直接響くように、女性のすすり泣く声が聞こえた。そして、女性は泣きながらふらふらと歩みを再開し、奥の角の奥へと消えていった。何があったんだろう。とても放っておける状態じゃない。私は小走りに廊下を進み、女性が消えていった角を曲がった。そこには誰もいなかった。廊下は奥まで続いており、とても一瞬で渡りきれる長さじゃない。右には部屋が並んでいるから、どこかの部屋に戻ったのかもしれない。でも、床に目を向けると、あの女性から滴っていた水は、廊下の真ん中で不自然に途切れていた。おかしいわね。突如、背中に寒気が走った。まるで、冷たい手で背中を撫でられたような、気味の悪い寒気だった。思わず後ろを振り返ったけど、そこには何もない。ただ、誰もいない廊下が続くばかりだった。再び、すり泣く声が聞こえる。あたりを見渡したけれど、やっぱり、さっきの女性はいない。それどころか、一っ子一人いなかった。それでも、女性のすり泣く声だけが、私の頭の中には響いている。何？一体何なの？なんだか、気味が悪い。いつの間にか私は、自分の体を抱きしめるように、両腕を肩に回していた。あれ？急に頭がぼーっとしてきた。おかしいな。そこまで疲れてないはずなのに。眠いの、かな。でも、なんか、眠気とも違う。
いつの間にか閉じていたまぶたを開けると、そこには畳があった。え？顔を上げて、周りを見渡す。部屋の角に置かれたテレビ。隅にまとめて置かれた、見慣れた旅行バッグ。机の上には、ティーコさんに入れてあげたお茶が入った急須。そして、中身が空になってるお茶菓子の入っていた袋。間違いない。ここは、私とテイコさんの部屋だ。え、どうして？私、今、廊下にいたんじゃ。体験したことはないけれど、テレポートというものが本当にできるなら、きっとこんな感覚なのかもしれない。でも、足元に目を向けると、私は裸足だった。いつの間にか、靴を脱いでたんだ。ということは、テレポートなんかじゃない。時計を確認すると、時刻は16時を回ったところだった。確か、ティーフさんと別れて、館内を散策していたのが15時半頃。時間が経っている。もしかして私、無意識のうちに自分の部屋に戻ってきていたのかしら。ついぼーっとしてしまったり、散歩していたらいつの間にか知らないところに来ていた経験は時々あったけれど、え、時々あったの？こんなにも顕著なのは初めてだった。嫌だわ。疲れてるのかしら。頬に手を当てて考え込んでいると、後ろから声が聞こえた。振り向くと、広縁の椅子に深く浅く腰をかけて、テイコさんがうたた寝をしている。いつの間にか、ティーコさんも部屋に戻ってたみたいだ。彼の寝顔を見て、部屋の中にあった私の心が明らかに落ち着いていくのが分かった。長旅だったものね。私は旅行バッグを開き、中から膝掛けを取り出して、ティーフコさんにかけてあげようとした。その時だった。ANA、チケ。え？私の手が空中で止まる。何事もなかったかのように、寝息を立てるティーフコさん。あまりにはっきりとつぶやくから、一瞬起きてるのかと思ってしまったけど、どうやら寝言だったみたいだ。私は空中で静止していた手を動かして、ティーフコさんに膝掛けをかけてあげた。何かしないといけないことがあったよな。ああ、そうだ。まだ二時を済ませてなかったから、ティーフコさんが起きる前に済ませないと。貴重品は、ティーフコさんのお財布も一緒に金庫に入れていいわよね。旅館の中ではお財布を使う機会はないでしょうし。お土産は帰りにまとめて買えばいいものね。あと持ってきた歯ブラシや化粧道具も洗面所に移しておかないと。ティーフコさん、宿の安っぽい使い捨ての歯ブラシなんて使ってられるかって豪語していたものね。その様子を思い出してなんだか薬と笑みがこぼれた。あ、そうだ。温泉に行く前に、浴衣やバスタオルも、ティーフコさんの分まで揃えておかなくちゃ。NA って、誰かしら？え、ツッコミ遅っ。ツッコミではないか。自分の心を落ち着けようとしたのか、無意識のうちに、私は眠るティーフコさんの左薬指の婚約指輪に目を向けていた。お母様の名前は、NA じゃない。ご姉妹も、ティーコさんには、いらっしゃらなかったはず。じゃあ、お仕事関係の？でも、仕事仲間の女性を、名前で呼んだり、するかしら。じゃあ、ご友人？もちろん、下の名前で呼び合うほど、仲のいい異性のご友人がいても、何もおかしくはないのだけれど。私以外に、親しい女性が、気づいたら、私は旅行バッグから取り出した歯ブラシを持ったまま、立ち尽くしていた。ああ、いけない。私たら、何を考えているのかしら。
こんな意味のないことをもやもやと考えるのは、もうやめましょう。こうやって思い悩んでしまうこと自体が、ティーコさんに失礼よ。私は、ティーコさんの青い歯ブラシと、私のピンク色の歯ブラシを、洗面台の横に、寄り添うように並べておいた。そういえば、考えまいとすることは、考えることと同じだって、誰かが言ってた気がする。そうだ、ティーコさんが、言ってたんだ。ああ、なるほど。考えないぞ、考えないぞって意識するっていうことはもうそれすでに考えてることだっつうことかな。今まさに私はその言葉を実感していた。なんとなく部屋に居づらくなって私は再び旅館内を歩き回っていたけれど、さっきのティーコさんの寝言がずっと頭の中をぐるぐる回っていた。ティーコさんの言っていた NA って誰のことかしら。寝言で言うくらいだから、よっぽどの。ああ、また考えてしまってる。もっと、他のことを考えないと。できるだけ、楽しいこと。例えば、今日の夜は、どんな料理、出てくるのか、とか。一生懸命に頭の中のモヤを振り払おうとしてると、中庭を一望できる廊下に佇むティーコさんを見かけた。あら、もう起きたのね。もしかして私を探してくれているのか、いるのかしら。よく見ると何やら旅館のスタッフの女性と話し込んでいるみたいだ。女性はティーコさんの言葉に驚いた顔を見せて口元を両手で覆った。一体何の話をしているんだろう。すると、旅館のスタッフの女性スタッフは、少し切なそうな顔でその場を去っていった。驚いたのは、その後だ。ティーコさんは、めったに見せない笑顔で手を振りながら、去っていく女性スタッフを見送っていたからだ。確かに笑顔っていうか、ちょいにやけ面になってるな。え、いやな、すげえいやらしい、すげえスケベ顔。ティーコさんのあんな穏やかな笑顔なんて今まで見たことがないのに。私の中のモヤモヤが加速していった。私は今見た光景から目を背けるようにキビスを返すと、逃げるようにロビーに向かった。ドッペルゲンガーとか、そのあたりの類かね。そして待ち合わせ用のソファーに腰掛けて頬杖をついた。別に、スタッフと、女性スタッフと笑顔で話していたからといって、どうというわけじゃない。どうということもない。ただ、ティーコさんの寝言を必死に忘れようとしている私の心を、再び揺さぶるには十分すぎるシーンだった。ティーコさんは、異性から見て、間違いなく魅力的な方だと思う。お顔は整っているし、若くして役員にまで上り詰めた実績もあるのだから。確かに、少し言葉が行き過ぎているところも、時もあるせいで、人間関係は必ずしも良好とは言えない。でもそれは、彼の向上心や、相手を思いやる気持ちの裏返しなんだ。思いやる気持ちは、いや、あると信じたいけどね。さっきの手を引いていたあたりとか。そんな彼が、私はとても愛おしかった。ひょっとしたら私は、そんな彼の一面に気づいてあげられた。最初の異性だったのかもしれない。きっと、私は無意識のうちに心のどこかでそんな風にうぬぼれていたんだ。そうでなければ、ティーヒコさんの女性関係の影一つで、こんなにも心揺さぶられたりしない。ああ。自然とため息が漏れる。婚約者として、私はどうするのが正しいんだろうか。不穏な影を見逃さず、納得がいくまで調べるべきなのか。ティーヒコさんを信じ、気にしないことにするのか。そう自分に問いかけて気づいた。もう気にしないなんてことはできない。
だって私はティーフクさんを愛しているから。愛しているからこそ怖くて気になって仕方ないんだ。私はソファーから立ち上がるとフロントのカウンターに向かって歩き出した。足取りは重く、まだ私の中に迷いがある。それでもあっという間にカウンターに着いてしまった。無言で立っているとカウンター越しにおかみさんが口を開いた。どうされましたか？こんな気持ちのまま婚前旅行を終え結婚式を迎えたりなんてしたくない。気にしないことが無理ならいっそはっきりとさせてしまおう。その思いが私の中の最後の決め手になった。すみません、お電話をお借りしてもよろしいでしょうか？するとおかみさんはどうぞと言ってカウンターの上に置いてある黒電話に手を差し伸べた。私は受話器を取り、覚えている電話番号を頭に浮かべながらダイヤルを回す。数コールの後、応答する声が聞こえた。あ、お母様ですか？私です。M よです。突然のお電話、申し訳ございません。ああ、はいはい。何か用？ちょっと気になることがありまして。言葉を続けようとして少し躊躇した。まるでティーフクさんの浮気を疑っているみたいで、とても後ろめたかったからだ。まあ、疑ってんだよね。どんなに言葉を並べようとも。まあでもしゃあないよな。しかもお母様に聞こうだなんて。いえ、違うわ。これは、そう、確認、いや、言い訳並べてんね。でもいいんだぞ。確認は重要だ。ただ知りたい。それだけなの。ちょっとお聞きしたいことがございまして。 NA さんという方をご存知でしょうか？ NA？ さあ、聞き覚えがないわね。どこの NA さん？ティークさんの身近な方、例えばご親戚とかお友達とか職場の方です。ティーヒコの身近で？聞いたことがないけど、よくある名前だし、子供の頃の同じ学年に一人や二人はいたんじゃないかしら。その NA って人と何かあったの？いえ、大したことではないんです。話は変わりますが、お母様、お土産は何がよろしいでしょう？土産？あなた今旅行にでも行ってるの？え？ええ。婚前旅行で、ティーフクさんと京都におります。はぁ、また残ったら、何の報告もなしに。いや、まあでも確かにな、小さな旅行にいるのに親とかに連絡はしないか別に。すみません、連絡をするようそれとなく伝えていたつもりだったのですが。いいのよ、ああいう性格だから。京都ならお土産は生八つ橋がいいわね。ほら、左京区に有名なお店があるでしょ。わかりました。ティークさんと一緒に美味しそうなものを選びますね。ええ、よろしく。結婚式の日取りが決まったら、ちゃんと連絡をよこすように言っておいてちょうだいね。はい、わかりました。あとね、こないだから冷蔵庫の調子が悪くって、家電一つ買い替えるのもバカにならないのよね。失礼、ちょっとまだカットしてました。しばし談笑した後、別れを告げて、ガチャッと受話器を黒電話に戻す。ティーヒコさんはご家族と連絡を取りたがらない。お母様が NA という名前に心当たりがないのは当然だ。私は何をしているのかしら。少し考えればわかることなのに、明らかに気が動転している。はぁ、と深いため息が出た。これは一体何のため息なんだろう。ティーコさんを疑い、探っていることへの罪悪感なのか、それともティーコさんが寝言でつぶやくほど親しい女性がいることへの怒りの表れなのか、はたまた悲しみの向こう側へ。私は即座に首を横に振った。まだ何も分かっていないのに決めつけてはいけないわ。疑っているわけではないの。私はただ確かめたいだけ。
けれど、ティーコさん本人には聞けない。きっと、寝言なんか真に受けるなんて、と言われて、呆れられてしまう。調べるなら、バレないようにしなくては。かといって、旅館の中から調べられることなんて、限られている。私はティーコさんのご友人や、お仕事仲間の連絡先だって、知らない。どうすれば、いいのかしら。すみません。お手洗いはどちらでしょうか。聞き慣れた声に顔を上げると、私の隣にティーコさんがいた。で、隣にさっと、あ、またにやけてんなぁ、スケベ顔。その目には私ではなく、カウンターの向こうにいるおかみさんに向けられている。そちらの廊下をまっすぐ進んでいただいて、右手にございます。おかみさんの丁寧な対応に、ティーコさんは、ありがとうございます、と返した。妙な違和感があった。普段ティーコさんはスタッフの方にこんなに丁寧な敬語を使ったりはしないのに。いえ、それだけじゃない。わざわざお礼も言わないし、こんなに愛想のいい笑顔を振りまいたりもしない。あの、ティーコさん。思わず、私はティーコさんを呼び止めてしまっていた。ティーコさんはピタリと足を止め、私の方を振り返ると、キョロキョロと辺りを見渡した。そして、私を見つめ返すと、一度私のつま先から頭までじっくり眺めた後、笑顔を浮かべた。やあ、どうしたの？私の中で違和感が増す。いや、私の中でもめっちゃ違和感増してますけど、やっぱドッペルゲンガー的な？私は今、本当にティーヒコさんと話をしているのか疑問に思うほどだった。実はティーヒコさんには同じ顔をした双子の弟がいて、その人と話していると言われたら信じてしまいそうだ。だけど、もちろんそんなわけがない。あの、そろそろ夕食の時間なので、その前に一度、温泉に入ってきますね。ああ、わかったよ。僕も夕食の前に温泉に入っておこうかな。僕？やっぱり、ティーコさんの様子が変だ。困惑する私を尻目に、また後で、と言って、ティーコさんは部屋の方へと去っていった。もう少し早く来ればよかったと思った。そうすれば、真っ赤な夕暮れに照らされた山々と、その間を流れ落ちる赤い滝を望めたことでしょう。露天風呂の熱い温泉に肩まで浸かりながら、そんなことを考えていた。でも、こんな贅沢を前にして、そんなことを考えるのは野暮かもしれない。初冬の寒風に冷え、長旅に疲れていた体に、温泉の温かさが体の芯まで染み渡るぜ。空を見上げると、夕暮れの名残である紅が残り、そこから濃い紺色へとグラデーションが広がっていた。空気が澄んでいるおかげで、星々もよく見える。もう暗くて景色はよく見えないけれど、近くで聞こえる滝の音が耳に心地よかった。見えない時には、見えない時の風情があるものね。でも、もし隣に、ティーヒコさんがいたら、景色が自慢なくせに、夜に見えないんじゃ意味がないだろう。ライトアップでも何でも、やりようはあるだろうに、まったく、話にならんな。と、誰に言うでもなく、叱責を飛ばしていたに違いない。その様がすごく簡単に想像できて、一人でクスクスと笑ってしまった。でも、ロビーのあの、綺麗なティーヒコさんは、一体何だったんだろう。よそ向きの顔、というやつかしら。でも仕事中ならまだしも、店員さんを相手に、あんな丁寧な態度を取る人じゃないのに。ああ、いけない。あまり長居をしていると、ティーヒコさんを待たせてしまうわね。きっとティーヒコさんは、早々に体を洗って、出ていることでしょう。私は少し
名残惜しさを感じながらも湯船を出ることにした。食事を終えたら寝る前にまた入りに来ることにしましょう。ああ、汚いティーコさんだ。手早く着替えを済ませて少し足早で部屋に戻ると、案の定ティーコさんはすでに部屋の中にいた。髪が少し濡れているのでお風呂に入ったのは間違いない。例のごとく披露宴の椅子に腰掛けている。まるでお気に入りのスポットみたいだけど、そもそもティーフコさんはあぐらも正座も好きじゃないから、きっと畳の上ではくつろげないのね。でも初めて見るティーフコさんの浴衣姿が新鮮で、私は思わず見とれてしまった。ああ、まあ、確かに男前だね。遅い、全く風呂なんかにいつまで時間をかけているんだ。ティーフコさんは肘掛けに頬杖をつきながら私を見るなりそう言った。よかった。ああ、やっぱり汚いティーコさんの方が好きなんだよね、きっと MO さん的にはね。まあ、確かに、いきなり、あんなに変貌されたらな、警戒もするわ。ロビーであまりにも変な様子だったのが、ずっと気になっていたけど、いつものティーコさんだ。ごめんなさい。露天風呂があんまりにも素敵で、つい。でも私の浴衣姿には、特に何も思っていないみたいで、ちょっと残念。私は畳の上に据えられた座椅子に腰を下ろす。机の上のリモコンを取ってテレビをつけると天気予報が流れた。明日は一日中晴れらしい。普段は関東地方の天気予報ばかり見ているから、こうして関西地方の天気予報図が流れると、旅先に来ているんだなという実感がこういう時にも湧いてくる。少しすると遠のくする音が聞こえた。玄関に向かい、鍵を開けると、食事が乗ったワゴンのそばに、おかみさんと女性スタッフが一人立っていた。失礼します。お夕食をお持ちしましたので、配膳させていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、お願いします。お手伝いしましょうか。いえ、大丈夫です。お席に座ってお待ちください。今に戻ると、ティーコさんはすでに机の横に添えられていた座椅子に腰掛けていた。私も机を挟んで向かいの座椅子に腰掛ける。おかみさんと女性スタッフが食事をお盆に乗せ、手際よく机の上に並べていってくれた。では、お料理のご説明をさせていただきます。こちらから前菜のむきたけのおろし和え、干し柿の天ぷらか。いや、聞いたことないな。まあ、できないことはないよな。アイスクリームだってバターだって天ぷらになるんだから。ちょっと、気になりますね。ティーコさんの方を見ると、料理の説明を熱心に聞いているのが少し意外だった。日本なんて、と、口癖のように言っているのに。そういえば、海外の方と会食する際に、日本食について語る機会も多いと、ティーコさんから聞いたことがある。彼のことだから、食欲というよりも、少しでも仕事を円滑に進めるための材料として、聞いておこうとしているのかもしれない。最後に、こちらのお鍋の蓋は、下の火が尽きてからお開けください。以上でございます。何かご質問はございますか？いえ、大丈夫です。ティーコさんの方は？ティーコさんは黙って首を横に振る。承知しました。また何かございましたら、お呼びくださいませ。そう言って、おかみさんと女性スタッフは、正座をして、深々と一礼してから去っていった。それじゃあ、いただきましょうか。私はいただきます、と手を合わせ、箸を運び、山の幸に舌鼓を打った。そんな私を見て、ティークさんも右手に箸を握り、食事に手をつけ始める。どれも、本当に美味しかった。食卓を彩る山の幸の数々で、目で楽しめるだけでなく、味も様々で、ついつい箸を伸ばす手が止まらなくなる。小皿を次々と空にしながら、ティーコさんが最初の感想を口にした。和食ってのはどうしてこうも
食った気がしないんだろうな。でもその分、いろんな味をたくさん味わえるのが和食の素敵なところだと思うの。一つ一つ、味も形も全然違ってて、箸を伸ばすたびに違う世界が広がるのが好きだわ。ふん、好きなものを存分に口にできてこそ食の優越だろうに。わずかな料理を数多く並べたところで満足なんかできやしない。まあそれは趣味嗜好だけど、まあ私割とこれに関してはティーヒコさんよりかな。やっぱ丼物をね、かっこむのが好きだから。そう言いつつ、ティーコさんは目の前のお皿に箸を運ぶ。だが、とティーヒコさんは続けた。日本酒はまあ、悪くない。おっと、ここに来てようやっとデレ成分が出てきた。酒に関してだが。ティーヒコさんはクイッとおちょこを傾ける。そういえばティーヒコさん、私はお母様との電話を思い出し、もう少し頻繁に便りを出しては、と提案してみた。お母様にとって、たった一人の息子なのだから、さぞ心配していることだろう。しかし、ティーコさんは顔をしかめ、吐き捨てるように言った。頼りなどいらん。俺はとっくに家を出た。間もなく婿入りして、名字も変わる。そうすれば、赤の他人も同然だ。どうしてそんなことを言うの？ティーコさんをここまで育ててくれた、たった一人のお母様じゃない。肉親に対してここまで言うなんて、過去に何かあったのかしら。お付き合い始めた頃には、も気になったけれど、ティーコさんは自分の昔話が嫌いみたいで、あの時は深く聞けなかった。でも、今なら、少し踏み出せる。結婚式にはもちろん招待して差し上げるんでしょ？お仕事の方もそうだけど、ご友人にもたくさん来てほしいわね。ティーコさんが学生時代お付き合いのあったお友達って、どんな方なの？その中に、もし NA さんが、いたら。私のいろんな気持ちで渦巻いた期待を、ティーコさんの、いつも以上に低い声が打ち消した。覚えてるわけないだろう、昔のことなんか。顔も名前も、思い出せないな。それはちょっと言い過ぎでは。私だって2、3人は思い出せるぞ。NA さんは、お友達じゃない。じゃあ一体、どんな関係なの？ティーヒコさんのおチョコが空になったのを見て、私はすかさず、とっくりを傾けて、熱燗を注ぐ。ティーヒコさんはそれをぐいっと飲み干すと、ため息をつくように、息を吐いた。過去の話をさせるなと前にも言っただろう。過去に囚われれば囚われるほど進歩が遅くなる。俺は今、お前の父親が経営する大企業の役員だ。たかが満足なんかしちゃいない。俺にふさわしい肩書きはこんなものではないのだ。ああ、なるほど。社長令嬢なのか、MOさん。しかも大企業ときたが、で、そこに役員になって、役員になってからのお付き合いなのかな。その お父様のご紹介なんですよかね。要するに、目指すものに向かって行くためには、後ろを振り返ってはならないなど、ティーコさんは私を見つめてご飯をする。だいぶポジティブに捉えたね。一切曇りのない、とてもまっすぐで、素敵な目だった。ああ、私は、彼のそんなところに惹かれたんだわ。一瞬例の女性の件を忘れてしまいそうになる。本当に忘れてしまうかとも思ったけど、それとこれとは話が別だと、私は首を横に振る。ティーヒコさんが急に静かになった。見ると、彼の方がほんのり赤くなっている。お酒が回ってきているみたいだ。決してお酒に弱くないティーヒコさんだけれど、さすがに日本酒ともなると、酔いが回ってくるみたい。ティーコさんは、おチョコを机の上に置くと、うとうとしだした。頭が船を漕いでいる。ティーコさん、眠いの？おかしい。ティーコさんって、眠り情報だったかしら？いや、違う。そう言いかけて、ティーコさんは、糸の切れた操り人形のように動かなくなってしまった。まさか、
どこか体調が。思わず駆け寄ろうとした瞬間、ティーコさんはゆっくりと頭を上げた。おっと、あ、にやけ面になってる。私は相変わらず少し赤いけれど、眼差しはしっかりとしている。ティーコさん、大丈夫？ん？何が？どこか体調が悪いのかと思って。いや、全然そんなことはないよ。今になって長旅の疲れが出ちゃったのかもしれないね。ドッペルゲンガーではないか。二重人格とかの類かい？ああ、あの祠で悲恋の死を遂げた恋人の片割れか？その幽霊が取り付いてる憑依合体状態。ほんの少し言葉を聞いただけだけど、私は再び違和感を感じていた。ロビーでティーコさんを見かけた時と同じ、あの違和感。どうしたの？僕の顔に何かついてる？言われて、彼の顔をじっと見つめてしまっていたことに気づいた。いえ、何も。ごまかすように、私は山菜の天ぷらに箸を伸ばした。私たちの間を沈黙が満たしたまま、お互いの箸だけが黙々と進む。ティーコさんがおチョコを再び空にしたので、私は熱燗を注ごうとすると、彼は片手で制した。いいよ、自分でやるから。私は眉を潜め、ティーコさんの顔を見つめる。なんだかティーコさん、いつもの雰囲気が違うわね。そうかな。まあ旅先だからね、ついリラックスしちゃうのさ。そういう普段と違った一面が見れるのも旅の醍醐味だろ？そう言われてみればそうなのかもしれないけど、私がティーコさんに感じる違和感はとてもその範疇にはなかった。違う一面というよりも全くの別人のような。そんな私の心配をよそに、ティーコさんは笑顔を浮かべてこうつぶやいた。ああ、やっぱり和食はいいよね。電気を消すぞ。ええ、おやすみなさい。ティーコさんは電気のスイッチを切ると、畳の上に敷かれた布団に横になる。こうして和室でティーコさんと隣同士で布団を敷いて寝るのはなんだか新鮮ね。ティーコさんは夕食後のお風呂から戻る頃にはすっかりと普段のティーコさんに戻っていた。時々人が変わったようになるティーコさんは一体どういうことなんだろう。今までそんなティーコさんは見たことがない。本人が言っていたように、旅先でこそ見ることができる新しい一面なのかな。でも、だからといって、あんなにも振る舞いや口調まで変わるものかしら。それに、私が気になっているのはそれだけじゃない。ティーヒコさんが寝言でつぶやいていた NA さんという名前。それについても、私は未だにモヤモヤを振り切れないでいた。いっそ、ティーヒコさん本人に聞いてしまうかしら。怖い。万が一、私が最も恐れる真実が潜んでいたとしたら。そう思うと、とても直接聞く勇気が持てなかった。そんな堂々巡りをずっと頭の中で繰り返している。ああ、ダメだ。眠れない。体も頭も疲れているはずなのに、眠気が一向に訪れてくれない。一体どれだけの時間、こうして布団の中で悶々としていただろう。1時間。ああ、2時間は経っているかもしれない。部屋は真っ暗だから、時間を確認することができない。そのせいか、全然時間が経っていない気もするし、何時間も経っている気もする。ティーヒコさんの方に寝返りを打つと、布団がめくれているのが暗闇の中でもぼんやりと分かった。ティーヒコさんの姿がない。
ティーコさん？体を起こして部屋の中を見渡しても、ティーコさんの姿が見えない。見ると、寝るときは閉まっていた襖が少し開いている。その隙間からうっすらと光が差しているのが見えた。伝統の光じゃない。これは月明かり。ティーヒコさん、眠れないのかな？耳を澄ますと、カリ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 と、襖の向こうから変な音がする。何をしているんだろう。私は音を立てないように、ゆっくりと襖を開けて、今を覗き込んだ。ティーヒコさんは、披露宴の椅子に腰掛けて、目の前の丸テーブルの上で、手帳に何かを書き込んでいるみたいだった。電気はつけず、窓から差す月明かりを頼りに。一体、何をそんなに一生懸命書いているんだろう。ティーヒコさん？思わず声をかけてしまった。するとティーヒコさんはびっくりしたように顔を上げて私の方を見る。おー、いや、なんかすげえ穏やかな顔してる。なんか死ぬ間際の文豪みたいな表情してるんだけど。これは偏見が過ぎるか。月光を背にするティーヒコさんの顔にはあの笑顔が張り付いている。いえ、大丈夫よ。何を書いていたの？ああ、いや、ちょっとね。大したものじゃないよ。手紙みたいなものさ。ドリーム小説かい。私は決して勘の鋭い方じゃないけれど、明らかにティーコさんは何かをごまかしているのが感じ取れた。手紙？こんな時間に？誰に向けた小日文だろう。まさか、NA さんに？君も今日は疲れているだろう？僕はもう少しやることがあるから、もう寝なさい。逆光で顔が暗く見えないまま、ティーコさんは優しい声でそう言った。ティーコさんは私のことを君なんて呼ばない。ティーコさんは自分のことを僕なんて言わない。ティーコさん、今日のあなた、おかしいわ。どうしてしまったの？おかしくなんかないよ。それに、僕はどうもしていない。僕は僕だお。私は、ティーコさんの左手に視線を向けた。なんだろう。私の心の奥底で。あ、左で字書いてる。さっき箸使ったのを右手でってあからさまの描写があったよな。いや、まあ、両利きの可能性もなくはないんだけど。もしかして、今日ティーコさんに感じていた違和感と関係があるのかもしれない。ティーコさんの違和感の正体。それは、なんだろう。選択肢が出てきた。エピソード前半で出てくるの今回初めてだな。いや、なんか今までとだいぶ違う。進みとしては、まあ、比較的穏やかかな。命の危険は、まあ、街道以上に感じないかな。選択肢1、ティーヒコは良き夫になろうとしてるってことはないね。選択肢2、ティーヒコは浮気をしているのもちょっと違う気がする。3、ティーヒコの中に別の人格が生まれた。まあ、イメージとしては3が近いんだけど、なんか取り憑かれてんのかな。人格すれば、多重人格っていうのはリアルでも起きるもんだっていう話は聞くんだけど、そういう場合って利き腕ってどうなるんだろうな。知識とかもそうだけど。いや、あれは、どうなんだろう。わからんね。ちょっとそこら辺気になるな。ま、とりあえずどうしよっか。上から行ってみましょうかね。多分ね、これがトゥルっぽいと思うんだよな。良き夫になろうとしている？でも、綺麗なティーヒコさんはそれぞれ違和感あるからな。ちょっと元の汚いティーヒコさんに戻っていただきたいところなんだけど。綺麗な手だな、と思った。ティーヒコさんは、この時期は乾燥するから、と手にクリームを塗っているけど、そんな日々のケアの賜物なのね。香りが甘ったるくて気に食わない。女じゃあるまいし、全く損した気分だな。そう言って、婚前旅行に来る少し前に、
買い立ての新品を私にくれた。新品未開封ってことかな。なのに匂いとか言ってたのかい。口ではあんな言い方をしていたけれど、その裏に隠れた優しさが嬉しくて、ティーコさんがくれたクリームを大切に旅行バッグの中に入れて持ってきてる。あ、これは本当に優しさかもしんないな。でもその優しさ、M よさんぐらいしか気がつかないくねえか。だからこそお付き合いしてんのかな。もしかしたら台所仕事を日々こなす私の手が荒れないようにと、ティーコさんなりの未来の妻への配慮だったのかもしれない。きっとそうに違いない。私たちがこれから夫婦になる上で、私がそうであるように、テイヒコさんも良き夫になろうとしてくれているんだ。私が感じたテイヒコさんへの違和感も、実はそんな意思が背景にあったのかもしれない。テイヒコさんの口調と態度は、たびたび人間関係に圧力を生む場合があると、周りの人から言われていた。それはきっと、テイヒコさんの自信と、意識の高さに裏打ちされたものであって、私にとっては、ティーコさんのに感じる魅力の一つだった。でもこの結婚を機に、ティーコさんは自分を顧みようと思ったんじゃないかしら。結婚すると人は丸くなる、という話を聞いたことがある。それは、きっとその通りだと思う。結婚するということは、もう自分一人の身では、ないということなんだから。いつまでも独り身の時のように尖っているわけにはいかないから。ティーコさん、そうなのね。何がだい？ティーコさんはやっぱりいつにも増して優しい口調で聞き返してくれた。一人の亭主に、そして親になるために今までの自分から変わろうとしてくれているのよね。ティーコさんは少しの沈黙を返した後、そっとペンを丸テーブルの上に置き、うなずいた。うん、その通りだよ。こういうのは徐々に変えていこうと思ったんだけど、なかなか難しいね。心配かけちゃったかな。私は首を横に振る。うん、そんなことない。それよりも、ティーコさんがそう考えてくれたことが、私、とても嬉しいの。そう言って、私はティーコさんに近づき、そっと彼を抱きしめた。ああ、なんて素敵な婚前旅行なのでしょう。ティーコさんとならきっと幸せな家庭が築ける。私はそう確信していた。結婚式もまだなのに、こんなに幸せでいいのかしら。朝のニュースの時間です。本日未明、京都府の山間部を流れる川から男女の水死体が見つかりました。二人の遺体は抱き合う形で硬直しており、心中のように思われましたが、調べによると二人は結婚を間近に控えていたとのことで、警察は事件の可能性も踏まえて調査を。割と悪意ないかなと思ったけど、悪意はバリバリにありましたね。あれか、その秘伝の果てにこちらをなんだ引きずり込もうとしてる悪霊なのかね。あの祠に住み着いてる。まあ、とりあえず選択肢としては次2でいきましょう。これもハッピーにはならんだろうな。私はティーコさんの左薬指を指さす。どうして婚約指を外しているの？ティークさんは左手に視線を落とし、そして私の方に目を向ける。あれ、むっつり顔になった。ん？エメオ、どうした？起きたのか？何を、急に。ごまかさないで、婚約日はどうしたの？ティークさんは左手に目をやり、わざとらしく足元をキョロキョロと見渡した。え、あれ、どこだ？なくしたの？違う、なんで外して？どこかにあるはずだ。
私の中で急速に悲しみと怒りが湧き上がってきた。婚前旅行の最中に婚約指輪をそんな風に扱えることが、もともと私から心が離れていることの証拠だった。もしかして、NA さんの手紙に書くのに指輪をつけたままじゃ後ろめたかったのかしら？ピタリと、T子さんが凍りついたように止まった。ちょっと待て、M よ。どうしてお前が NA の名前を？あなたが寝言で呟いていたのよ。ああ、ダメだ。席を切ったように感情も涙も溢れてくる。エムよ、お前は何かを誤解してるぞ。いいから落ち着いて俺の話を聞け。いや、もう何も聞きたくなんかない。おい、ちょっと待て、なんだ、俺が信用できないっていうのか。ティーコさんは立ち上がり、私の方に詰め寄ってくる。いや、来ないで。こっちに来てから時折見せる人が変わったようなティーコさんの一面。あれは、もしかしたら NA さんと接する時の姿なのかもしれない。日中にティーコさんが呼ばれた電話も仕事だって言ったけど、もしかしたら NA さんからだったのかも。もう、何を信じればいいのかわからない。ティーコさんがわからないの。本気で言ってるのか。少しの沈黙を返した後、私はゆっくりとうなずいた。そうか、ならばもう終わりだな。ティーヒコさんはそう言って私の隣を通り抜け布団に戻っていった。パタンと襖が閉じられる。窓の外から聞こえる川の音を私は夕日のように立ち尽くしながら聞いていた。しばらくしてから左手の婚約指輪を外して窓を開けて川に向かって投げ捨てる。そして私はその場に泣き崩れるしかなかった。さて、上二つはいつもの通りのあっさりとしたエンドでした。じゃあ選択肢3かな。あなた、誰なの？何を言ってるんだい？見てわかるだろう。ティーヒコだよ。私はティーヒコさんがペンを握っている左手を指差した。ティーヒコさんは、右利きなの。君のような勘のいい人は嫌いだよ。昔何かの小説かテレビの特集で見たことがある。二重人格というものの存在について。性格も口調も、趣味思考も全く別人格が一人自分の中に現れることがあるの。ティーコさんの代わりを、そうとしか思えなかった。うん。そうでもない限り説明がつかない。ティーコさんは決して演技でこんなことをするような人ではないから。知らなかったかい？僕は左手でも文字が書けるんだよ。そういう人は珍しいけど、いないことはない。ほら。変な寝方をしたせいか、ちょっと右手が痺れちゃってさ。プラプラと右手を振るティーコさんに向けて、私はもう一度質問をする。ねえ、正直に答えて教えて。あなたは一体誰なの？目の前の彼は少し沈黙を返した後、ため息をついた。そして彼はペンを机の上に置き、背もたれに体を預けた。僕の名前は、イーロー。エロー。ティーヒコとは別人だ。見ての通り、体は同じだけどね。やっぱり私の目の前にいるのは、ティーヒコさんとは違う、別の人格だった。でもティーヒコの名前を知っ、でもさっきからティーヒコさん言ってもんな。ティーヒコさんは、このことを知ってるのかしら？仮に知っていたとしても、ティーコさんのことだからきっと私を心配させまいと今まで黙っていたのかもしれない。心配させまいとっていうか弱みを見せたくなかったからというか、私としては後者の方が近いと思うんだよな。NA さんという名前を口にしたのもエロさんに違いない。NA、
さんというのはどなたなの？エヌエは僕の愛している人の名前だよ。ズキリと心が痛んだ。ティーコさんの顔で声で他の女の人のことを愛してるだなんて言ってほしくなかった。たとえ目の前にいるこの人がティーコさんじゃないと分かっていたとしても。NA さんはどこにいらっしゃるの？イーローさんは一瞬何かを言おうとした後首を横に振った。わからない。その小姉には今までの優しげなイーローさんにはない悲しさが溢れているようだった。会いたい。NA に会いたい。その絞り出すような一言一言が私の胸を締め付けた。感情が直接流れ込んでくるような、その悲哀に満ちた声のせいかもしれない。それとも、ティーコさんの声だから、そう感じさせるのかもしれない。いえ、違う。これは決して、ティーコさんの声なんかじゃない。彼は、イーローさん。たとえ、ティーコさんの中にいても、彼は全くの別人なんだから。NA、会いたいよ、NA。イーローさんの声を聞いていると、急に頭がぼんやりとしてきた。この感覚は、前にも感じたことがあるような。眠りに落ちていくような、意識が遠のいていくような。まぶたが落ちていく。なんだろう。暖かい。誰かに抱きしめられてる。誰？ティーコさん？それとも、イーローさん？ガタンゴトンと規則正しい列車の振動が座席を通して私の体に伝わってくる。それがまるで子守唄のように私の眠気を誘っていた。そばに置いた旅行バッグがちょうどよく私の肘置きになっている。車窓の外には収穫を終えた田園が遠くに見える山のふもとまで延々と広がっていた。三宅面だなぁ。きっと冬は一面、真っ白な雪原になるだろうね。向かいに座る彼は、行儀よく両手を膝の上に乗せて、車窓の外を眺めている。イーローさんね。彼は私の方に顔を向けると、少しだけ口角を上げて頷いた。私たちの間に、列車の音だけが響き渡る。再び車窓の外に目を向けると、視界にちらつくものがあった。あ、ん？雪？あ、本当だ。列車の音を聞きながら、私たちは広い田園が少しずつ白に染まっていくのをじっと眺めていた。イーローさん、返事はない。彼は時間が止まったように、じっと窓の外を眺めている。そんな彼の横顔に向けて、私は言葉を続けた。ようやく、NA さんに会えるわね。きっと、イーローさんは東京に着くのが待ち遠しいのね。NA さんが東京で待っているのだろうから。きっと、NA さんはティーコさんと近しい誰かで、イーローさんの人格が表に出た時に恋に落ちてしまったのだと思う。けれど、私は未だに真相を聞けずにいた。イーローさんはゆっくりこちらに首を向けると、口の端を上げて微笑んだ。そうだね。今すぐにでも。ああ、まただわ。また。頭がぼんやりと、眠気とも違う、意識が
遠のいていく感覚。誰かの声が聞こえる。とても、とても遠くの方から。誰？この声、ティヒコさん？聞いたこともない、優しい声。愛してるよ。今の空白に入ったのは、何なんだろう。タワシさんか。それはちょっと嫌だな。そしてなんかハテナハテナが出てきた。出てきたけど、実は目次の方にも追加されてるんだよな。これ、婚前旅行、結びか、ゆいか、どっちかだと思うんですけど、多分、このスタート画面の下のハテナハテナっていうのが、ハテナが一つ大きいのがよくわかんないんだけど、これが多分特別なエピソードだと思うんだよな。ただまあ、流れ的に先にこっちを見るべきかなと思ってるので、婚前旅行結びゆいで行きましょうか。あけぼのと暁ではなかったか。ちょい残念かもしれん。なことないね。スタート。